20号では右の主翼ヒンジを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ05のカバープレート下のへこみにパーツ04のスリーブ下を平らな面を下にしてはめ込みます。次にスリーブの6箇所の穴にパーツ07のボールをそれぞれ入れます。ボールは紛失しやすいのでパーツが入ってきたケースなどを使用するといいです。次にボールを入れたスリーブにパーツ01のプレートを表裏を間違えないようにしてはめ込みます。次にパーツ02のカバープレート上のへこみにパーツ03のスリーブ上をはめ込みます。次にスリーブの6箇所の穴にボールをそれぞれ入れます。次にスリーブの上に組み立てたプレートをボールを落とさないように注意して乗せます。続けてパーツ06の軸を差し込み裏側からパーツ08のネジで固定します。この時軸が回らないように指で押さえながら作業をします。これで20号の作業は終了です。Shit.